水性水星、マンデスリー、イギリス水星とは、土砂、水の流れを遮断しての運動を制限し、地水や土砂堆積に対応している河川の制御工法物。通常脇、コンクリート、または石でできている。洪水時河川流にうねりを起こさせて、侵食のプロセスを遅らせ、洪水や土砂堆積を防ぐ。これがナビゲーションを助成する。水星は一般に、 傍聴廷や湖岸と連携して紅葉が発揮される。しかしながら、水星の並ぶ貸し線の様は、不自然なものとして、認識を抱かせるかもしれない。この用語は、高気テ天語の俗称スナウトに由来する、古フランス語のグレインに由来している。デラウェア川ランバービルダムの航空写真。水流が翼のダムや阻境部の上に注がれている。マニナビゲーションチャンネルがある。貸し水星は、 多くの場合、河岸と垂直に近い形で河岸の利尻から見お筋で終わる。それらは土砂堆積を防いで水流経路を維持し、そしてより一般的には蛇行から形成されると見られる横方向の侵食に対する工法及び制御を改善する。水性は河川の形態に大きな影響を与え、河川の自律的な地形変化を引き起こしている。日本では 1945年以降、黒部川や上岸寺川などの急流河川において、堤防への衝撃を守るため流速の軽減や、流向きの是正を目的に、ピストル型水星、シリンダー型水星、角型ポスト水星、丸型ポスト水星などが設けられている。水星は、どのように構成されているか、水没しているかどうか、流れに対する効果によって、 または形状によって分類できる。水星は透過性があり、水が減速された速度で流れることを可能にするか、または不透過性で流れを遮断及び変更させる。水星は通常の状態では水没していることもある。不浸透性の溝では通常水没していない。これは水流は固体の溝の上を流れるとシャンクに沿って激しい侵食が起こる。 可能性があるからである。一方、浸透性溝は必要とされる流れの乱れの程度に応じて透過性となり得る。水星は引き付けるか、反らすか、または反発することを担う。水星は様々な平面図形状でも分類構築可能で、一例では直線型溝、T 字型、L 字型、ホッケースティック型、倒立ホッケースティック型溝。 酸加しらつきストレート溝型、トイ型ク型びビブ型溝などがある。ありがとうございます。